第ゼロ楽章、あくびと風の威力。あの時あなたは何をしていましたか？養成所に行ってた時なんですが、卒業公演が冬にあるんですね。で、私はその時2年生で3年生の先輩方を送り出す卒業公演だったんですけども、なぜか2年生の私が主役をもらってしまいまして、ちょっと先輩方から大変なことになりました。でその時ちょうど師匠の公演もあったので、その公演のスタッフもしながらなので、もう寝る間もなくて、こう太ももにシャーペンをこう突き刺しながら目を覚ましながら毎日生活してました。はい、それは冬一人やったら寒くて寂しいからです。二人で産んだ時の卵は一人の時のより丈夫な鞘に包まれて眠っていて、寒くても水がなくなっても生き続けることができます。ほんまです。大ゼロ学章ボリューム3、あくびと風の威力。2012年2月29日水曜日から3月4日日曜日まで、相鉄本田劇場にて。